吉田さん、善悪の話ね。うん。私がね、善悪の話とビジネスを組み合わせて、よく思い出すのが、マトリックスアフィリエイトのことですね、やっぱりね。まあ、思い出すだけで何も思ってないんですけどもね。ここから広げる話も特にありません。でね、こんなもの売ってお金もらっていいの?っていうものが結構あるんですけども、私はね、ハワイで石を売るって話したじゃないですか。実はあれね、続編があるんですよ。ハワイで石を売る。それは何かっていうと、日本で石を売るってやつですね。速稼塾のアイス食いながらすみません。速稼塾の、47都道府県オフ会の中で、有料のオフ会を何回か挟んだんですよ。その有料のオフ会の時のネタを、たまにね、こうやってポロポロ喋ることもあるんですけども、まあ、吉谷さんにね、この動画を通じて億万長者合宿ですから、あ、なるほどね、って思っていただけるんじゃないかなって話をちょっと思い出しながらします。ハワイで石を売るっていう話、そのパート2があるよってことでね、東京でオフ会をしました。確かね、代々木公園、井の頭公園、どっちかだったと思うんですけども、まあ、公園でね、オフ会やったんですよ。で、その時に、ハワイで石を売るって話に感銘を受けた人だけを集めて、実際に日本でこの公園に落ちてる石を目の前で売ってみせますよっていう振り込みで、そのオフ会をやりました。オフ会の参加費用は、まあ、1時間弱で4万円、3万9800円をつけました。で、これは速稼塾熟成限定でね、しかも東京のその公園に来れる方だけに連絡をしたんですけども、10名弱が集まってくれたんですよ。10名はいなかったんですけども、8名だったかな。確かね、途中で帰った人もいたんですけども、8名でした。で、途中で帰った人は、ちょっと急に連絡が入ってきてね、まあ、本当に最後までいたかったんですけど、すいませんって帰っていっちゃったんで、その時、動画は撮っていなかったんですけども、フィードバックをね、最後にその方にお送りしました。もったいつけてすいませんけども、東京の公園の石をどうやって売ったかって話ですよね。まあ、塾生さんにお集まりいただいて、ハワイで石を売るっていう話を皆さん知ってますんで、どんな方法でこの東京の公園に落ちている石を売るのかなっていうところでね。まあ、そこで私は話し始めたんですよ。まずはその石をね、拾ってきて、適当な石を。ちょっと大きめのやつですね。ちょうどこのぐらいの大きさ。このぐらいの大きさですね。手軽なやつ。まあ、ポケットに入るぐらいの石ですよ。それを600円って価格をつけて、売ってみたんですよ。これまずね、1000円じゃちょっと高いんで、600円ぐらいから売ってみますね。皆さんの中で買う人いますか?っていうふうにお話をしました。これは、速稼塾の塾生さんに対してです。まあちょっと買わないよねって。だってそこで今拾ってきたやつだから、でこれが欲しかったらそこに落ちてる似たような石を持って帰ればいいでしょ?ただだもんね。だから、その、ただがクセモンなんですよっていうふうに、こっから私のプレゼンが始まります。あのね、落ちてる石を拾うっていう行為もどうかなと思うけど、それを持って帰って、持っていて、人にそのエピソードをしてね、いや、公園で落ちていた石を、って持ってるんだよって。なんて感じます?他の人は。何それ?ぐらいのもんでしょ。じゃあね、今ここに私が拾ってきた石に600円で価格をつけました。この石を実際に私に600円払って、持って帰ったとしたらどうですかと。落ちていた石を600円で買ったエピソードってのがあなたの人生に体験として生涯刻み込まれるんですよと。で、YouTube でね、落ちていた石を600円で買いましたみたいなサムネイルタイトルで動画撮ってみてください。何それっていう感じで、そのからくり知りたくってクリックする人いるんじゃないですかっていうふうに、まあこんな短くじゃないんですけど、もうちょっとね、例え話をしながらずっと話してたんですよ。そしたらね、次に、さあ、1個しかありません。ここには8人いますと。600円で買う人は誰ですかって言ったら全員手を挙げましたね。で、その中で一番早く手を挙げた人に、じゃあ、一番早かったんで600円これあげますと。600円もらいました。さあ、その次です。今度は2個拾いました。すぐ落ちてたやつです。2個拾って、じゃあ今度は1個1000円です。じゃあなんで2個ここに持ち上げてるかっていうと、今度はね、2個2000円で、買って1個を誰かにお土産で渡してくださいと。自分1個で持って帰るよりもさらに大きなエピソードになると思いませんかっていうふうに申し上げました。
ちなみにこれすでに1個買った人がいますんで、その人には2個で1000円にしますって言ったんですよ。さあ欲しい人って全員手を挙げましたね。で今度はさっき石を買えなかった人に2個お渡しして2000円、私は2600円を手にして、ほらね、これで今日のカリキュラム全てですと。結局どうやってコミュニケーションを取るかによって人の心理は動き、その辺に落ちていた石をタダで持って帰るよりもお金を払った方が価値が高くなるっていうことを皆さん分かったでしょ。これがセールスなんですよ。それを情報発信でリアルで会わなくてもやっていけば、じゃあ石なんてものじゃなくってね、稼ぐ方法、モテる方法、ダイエット、仕事でうまくいく方法、あらゆるものが売れると思いませんかって。こんな石ですら売れたんだから、実際に目の前でみんな買ったし、みんな欲しいと思ったでしょと。私が皆さんのマインドを動かしたんですよ。わずか1時間前はどうやって売るのかな、誰が買うのかなって思ったでしょ。全部疑問解けたじゃないですか。今日のオフ会は以上です。さあビール飲みに行きましょうみたいな感じですよねさあこれは悪なんでしょうか。私は地上の価値を2600円プラスアルファ、この地球上の価値をね、上げたんじゃないかなと思いますよ。そしてその石を買った2人の人に、まあすごく大きなメモリーをプレゼントとして持って帰ってもらったんじゃないかなと思います。そこに来なかった人はどうやって落ちた石を売るのかなってことを全く知らないまんま、今日も物が売れない、あれが売れない、お金がない、ビジネスがうまくいかないっていうふうにさまよい歩いてるんじゃないかなと思いますけどもね。はい、ハワイで石を売るの、これがパート2続編でございました。いってらっしゃい。